岡空港に到着しました、これから宗像の方へ向かいます。海岸です。我が町福間福津の海岸です。綺麗やね。宗像の民もこの海から出てったんでしょうね。あるいはちょっと大丈夫、あるいはよくわからんね。見えてきます。でグランピングができたのにすぐそこに、はい、センターに到着いたしました。あ、ここじゃないか。ここやったっけ。ここもいいけどね。はい。ここもおすすめ。漁港でございます。はい。ここは釣りもできますよ。なんか夜とか来るとめっちゃここに魚がたくさん見えます。綺麗でしょう。ここもね、美味しいですよ。空と海、いろんな海鮮がお得に食べることができます、はい、そしてここが、道の駅ですね。こんな感じです。イケスがあります。エビもあるよ。エビもいいね。エビ焼く？あ、車焼くな。気がいい。気がいいな。うん。貝もありますよ。はい。お、この辺はですね、タイが有名なんですね。タイ茶漬け。天然のマダイ、マゼラ、おっきい、大きい、手の大きさと全然これわかんないか、手の大きさじゃ。めっちゃでかすごい。おお、これはなんだ。お野菜もたくさんあります。ちょっと少なめですかね。まあもうお昼過ぎてるので、もうちょっと早く来たらいろいろまだね残ってますけど、ほらほら、福津めんべいもタイ味ですね。この辺はもうタイが有名で、まあでも私が小さい頃とかなんかそんなタイタイ言ってなかったんですけど、なんか最近この数年ぐらいでタイ茶漬けとか、なんかタイ味とか、これマダイが有名とかっていう話が結構ありましてですね、いろいろありますね、こんな感じですね。美味しそうでしょう。全部お刺身で食べられる。あー美味しそう。対馬さんのイカ、わあ、カンパチ。いや、東京は結構マグロがメインで置いてあると思うんですけど、この辺はあのカンパチが多いです。ですね、マグロが全然置いてないっていう、はい、東京からしたらすごいもうびっくりする感じだと思うんですけど、
でも私たちからしたら東京が意外というか、なんか普通にマグロがなんかスーパーの、 鮮魚市場の鮮魚コーナーのほとんどを占めてるみたいなのってすっごい意外でした。逆にこっちはブリとかカンパチとかが結構な位置を占めてるので、なんかすごいなと思ってました。光の道、ちょうど今10月の今日が20日あ20、20日なんですけど、ちょうどね、宮地岳神社でこの光の道が見れる時期になっておりますね。グラノーラ可愛いよね。ああこれはですね、我々の、まあ、ソウルフードですね、柏飯。はい、私たちよく食べてます。おキュートおキュートは知らない人が多いと思いますけど、この辺の名物、この辺っていうか、まあ、はこんな感じに切りまして、他の人は朝ご飯に食べたりするそうですが、いただいてみたいと思います。こんな感じです。こんな感じでビローンとなっております。はい、じゃあいただきます。おキュートいただきます。こんな感じでお醤油、わさび醤油につけて食べます。いただきます。うまい、うまい、いただきます。卵ご飯もあるので、もしあれや、これこれ、んここ、あそこで、ね、やっぱ花粉だろ。あ、ここから入れる、あ、入れた、ここや、あ、あった。出ました、ヘビカ並木不動古墳。円墳、横浜式石室、奥行き10メーター高さ2メーター、九州では通常見られないものだそうです。ちょっと行ってみますか。行ってみましょう。大冒険ですね。おお、入れますね。え、すごい、中真っ暗なんですけど。いつ頃これ作られたんでしょう。失礼いたします。あ、全然、あ、2メーターって書いてるけど、私169センチでかなり腰をかがめていく感じですね。あ、真っ暗でもう見えないですね。ちょっとどうなんでしょうか。ちょっとお顔が拝見できないんでわからないんですけども、お座りになっている神様というかお不動さんがいらっしゃるような風に見えます。それでは、はい、出ていきます。こんな感じですね。はい、ちょっと私の方に向きますね。こんな感じになってます。天井がこんな感じで、はい、こんな風にちょっと足を曲げて進んでいます。かなり狭いです。はい、こんな感じでございました。はい、
見えますか、だいぶ私の身長と、身長がこれぐらいで、見えますかね、ちょっと少し低めの天井をしております。まあこんな感じでしたはい、インディ・ジョーンズのような大冒険、ちょっとお邪魔しました、ありがとうございました。このようにですね、この辺にはたくさん の古墳群がありまして、こう街の中に点在しているような感じでたくさんですね見ることができます。大体の古墳は、まあ、神社になってたりお寺になってたりして、まあ宮地岳神社とかもそうなんですけど、結構その小高い丘とか、なんかこう土が盛られたような跡みたいなのが結構あって、そこは大体古墳だったりしますね。大島に行きます。じゃん、大島の切符、片道570円ですね、はい、で往復で買えます、券売機で、ぜひぜひ。で、はい、神の港ステーション、これから大島へ向かいます。今日の船はこちらです。なんと虹が出てます、めっちゃウェルカム、すごい。さあ皆さん、今日はものすごい風ですね。夜ですね、昨日の夕べめちゃくちゃ雨が降っていて、もう相当大変だったみたいです結構天気は荒れ模様。おはようございます、です。で今日は少し風が強いので、かなり揺れるかなと思います。ここ、神の港ステーションからですね約25分で、大島に到着します。やばいと思うよ。わかります、行く、ここ絶対座っといた方がいいよ相当揺れるから、今日は、まあ、もうものすごく揺れるよ、多分この風やしこの波やしあ、釣り人がいますね。おー、アマテラス、いや美しいですよ。今日はちょっと荒れてるんで、怪しい私たちは神の港から7時40分のに乗って、今この時間です、8時5分ということで約まあ25分ぐらいで到着いたしました。乗馬体験できる大島牧場、ご覧になってお気をつけ遊ばせ、まあ、こんな平日の月曜日の朝ですけどこんなに来るの、めっちゃいるんだけど人が。ありがとうございます。大島ステーション2階に上がってきました。2階トイレがある。ちょっとガイダンスがあるって言ってたんですけど、あー、カフェがあるのか。
はい、海を望めるカフェがありました。トイレ行ってこよう。ガイダンスでこれか。確かにちょっとある。着いたね。到着。レンタサイクル1日800円ということで、電動自転車とかも借りれるんですけど、まあレンタカーが3時間3500円ということなので、まあ、大人数で来られる方は、車の方がいいかもしれないですね。レンタカーお借りしたらシーグラスお土産いただきました。シーグラスのお土産いただきました。あ、ちょっと厳しいかもね今日はね。見れないかもしれないです。確かにそうですね。どうしようかな。佐世島です。綺麗だね。ちょっと今日は満ちてますので、あんまりね近くまで行けませんけども、水の中にあります鳥居がいいですよね。前回来た時は結構引いてたんで向こうまで行けたし、右手の岩場まで登って写真撮りましたけど、今日はちょっとね道なので行けないですね。佐世島から歩いて何十秒のところに大島交流館がありますよ。こちらでございます。はい、じゃーん。今日は月曜日で定休日らしいんですよね。かわいいね。こんにちは。ハロー。めっちゃ見てる。ごめんね。あ、ごめん。じゃあね。強いからボーってなってると思うけど。来ましたね。撮ってる。はーい、神谷ドレシマ、浦方沖ノ島と関連遺産群。はい、養蜂場に参りました。ここを開けて向こう側が見えるんですよね。そう今日は見えないですけど、あ、若干見えるかな。見えないか。あ、そうだ。こっから見えます。あ、ちょっと日が差してきましたね。すっごいね。あ、ちょっと。はい、こっから見てみましょうか。あー、見えました。見えました。皆さん見えますか。はい、ちょうどこの辺に、あのですね、ちょっとうっすらなんで、いやー、でもすごいね、見えたの。あー、はい、こちらに
いらっしゃいますのはタギツ姫の神タギツのタギというタギツっていうのはあのこの波がたぎるってことを言うんですよね。あの一説によると、まあ、まさに今日はタギツ姫がウェルカムしてくれてるぐらい波がたぎっています了解しときますか玉屋さん。神タギツ姫なんか天から降りてきたみたいなタギツいやタギツ姫に見えますか？髪あ、海の色がちょっと綺麗になってきた本当はもっとあれなんですね、海はそう、もっと綺麗、はい、もっと綺麗ですちょ、まあ、ここはねうん、エラルドグリーンだけどまだそんな感じしますか。そう、沖縄も荒れてるとこれぐらいになるもんね。波かかるんじゃないっていうめちゃくちゃすごいちょ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 いスカートで来るもんじゃないですね。ここはあの本当だ、すごい虹、虹出てる。あ、こっちにも出てる。やば。大きい。あ、こうだ。すごい。玉屋さんすごくない？妖怪所バージョンの石碑です。こっちに妖怪所があります。ここに車を止めて、向こう側の向こうの、妖怪所に向かうという感じですね。いやでもこっち側から来るかな、私なんか向こうから来る気がするんだよな。駐車場気づかなかったですね。今めっちゃ雨降ってたのに上に上がってきたらさらっと青空になってますけどそして虹が出てます。さすがたまやんさん、綺麗。何この景色、いやこんなの見れないよ。で今こちら御岳山展望台におりまして、360度こんな風に景色が楽しめます。まあ、こちらにですね皆さん見てみてくださいね。はい、こっちこちらに沖ノ島が向こうに見えております。ちなみにあの玉屋さんが魔法をかけて虹も出してくれますこちらですね、ちょっと待ってね、反対にしますね。はい、このまあちょうどまっすぐ向こう側にですねうっすらと、あ、見えてますよ、皆さん見えますか。はい、この窓を今中央ぐらいにうっすら沖ノ島がを見ることができています。こちらには虹です。こんな景色を見ることはないのですごいね現在地現在地はここです10時何分のやつ、10時10分
竹神社参りました。聞こえています。裏から回るの初めてやから御朱印もらえるね。
見ていただくと、地面と平行に切られているということと、あとこの屋根の部分に置くこの丸太というか木ですよね、これが偶数ということで、まあ、女性の神様なんだなっていうのが分かるかなと思います。はい、七夕発祥の天の川に到着いたしました。織姫と彦星のモデルになった方々が、ね、織姫が祀られている神社、ちょっと上まで登るのは大変ですけども、ここがこれ急ですよね、こんな感じです。いいよ、浜谷さん中津宮です。萩津姫の御事が祀られております。こんな素敵な神社。ちょっと行ってくる。天の川が海に流れてました。お酒があります。沖ノ島の、ね、お酒、あ、椿オイルとか、まあ、塩サイダー、これも美味しい。あ、これよく買いますね、大島の塩。わかめせんべいあります、めんべい。これから、まあ、いつも買いますけど、この刺身醤油おすすめ、沖ノ島の甘口醤油、九州はね大体甘口なんですけども、はい、美味しいです。刺身醤油はなかなかね買えないんですよね、なのでぜひぜひ九州に来た際は九州の刺身醤油を買って食べてみてください。ね、ドロッとした濃い味のやつですね。はい、わかめがあったり、赤木がですね有名なんですね。赤木、宗像は赤木が有名です。ぜひご賞味あれです。あとね、大島甘夏がね有名なんですよ。甘夏のジェラートもありますね。また本堂の方に戻ります。これ回りましたね、玉屋さん。すごい、もう弾丸で。何でしたっけ、滞在時間2時間半ぐらい。また本堂に戻っていきたいと思います。結構揺れます。安住の里の、市場にやってまいりました。道の駅です。カツオナだ。おー、知ってますか皆さん、カツオナ。これはお正月のお雑煮に入れるものです。ちょっとこれ苗なのでもっと大きくなるんですよ。めっちゃ大きな葉っぱ、こんな大きな葉っぱですけど、うん、あるかな、カツオナ売ってるかな。おー、ありましたね、柏そぼろ、我々のソウルフード。道の駅です。あ、いろんな
もう午前中ですけど、あんまないですね。もう本当に早く来ないと売り切れてしまうんですよね。いろいろありますけど、あ、目だ、出ましたね5周年の記念のフライドポテトが売ってます。蜂蜜いいです、蜂蜜いい、ジャム、ジャム、黒米があります、古代米、うん、赤米もあるよ、赤米美味しいです、これが好きです。めっちゃあったかい、まだできたて、この緑も好きです、青のり、おすすめ。アジ、アジいっぱい取れるよね、アジいっぱい取れますよ、釣り人結構アジ狙い結構います。大島のワカメ売ってる、おー、あった、来ました、赤目です、有名なんですこの辺が、美味しいですね。赤目なんだろうな、なんて言ったらいいかな、もずくみたいな感じ、美味しいです。いりこって食べますか皆さん、いりこ、いりこでした、私たち全部いりこなんですなんだっけ、いりこ以外なんて言いますっけ、いりこなんですよねあ、煮干しか、煮干しって言わないですか、いりこでした。あ、おきゅうとがありました、おきゅうと、はい、私たちのソウルフード核補給とも、あ、柚子胡椒が美味しいですよ、柚子胡椒何でもかけます。あ、お味噌ね、お味噌は確かに麦が多いですよね、こちらは麦味噌ですね、基本甘い系のお味噌が多いです。出たうどん、ちゃんぽん、そば、この並びが基本ですね。ちゃんぽんがあります、必ず、鍋の締めはちゃんぽんかご飯かで選ぶんですけど、だいたい関東だとこのうどんとそばしか並んでないんで、ちゃんぽん麺がなんでないんだって私はいつも思ってるんですけどね、違いがありますよね、うん、何度も来てますが構成さんの一つです。この辺を治めていた宗像の豪族の人たちが眠っているお墓のお墓群でございます。失礼しました。
ここは昨年一昨年まであの海外勤務でずっと30年ぐらい海外で働いてて、すごい。で去年の1月に帰ってきまして、福津市が気に入ってですね、で、うん、ここを次の住みかにしようと思って、嬉しい。で30年ぐらいその日本の歴史空白があるん で、うんうん、で帰ったらもうまず勉強しようと思って日本神話から始まって、でそうこうしてたらこのガイド会というのを知ってですね、はい、でここ入ったらまあ先輩方すごい皆さんよくご存知なんですよ。伊佐ばかりの皆さん。伊佐ばかり。上田さんはなん、あ、そうですよね。上田さんももう本当先生です。でもいろいろ勉強させてもらいながら、あちこち日本、この間はあそこの、三内丸山とかあっちまで行きましたし、先週は熊野古道を歩いてきましたし、すごい嬉しい。世界遺産巡りを今してます。嬉しい。まさに今日でね最後なんですよ。あ、そうなんですか。コンプリートしました。なんか日本中に今25世界遺産があるんですけど、うん、知名度が非常に低いということ。そうなんですよ。どうしたらいいもんかと思って私も今いろいろ考えてますけどね。ちょっと違った目でこう見れるかな。結構ストーリーが楽しくて神秘的なんでいいんですけど、はい、なかなか伝わりにくいっていうか難しいんですよね。学問的で。私も海外いたんでね、世界遺産、他の世界遺産もいっぱい見てきたんですけど、うん、やっぱりこう向こうはすごいうわーって感じじゃないですか。確かに世界遺産っていうのでこうパッと見てですねそうなんですよ。そうなんですよ。そうなんです。インパクトはないですよね。そうなんですよね。行けないしね、沖ノ島も。で、まあ、我々がこういろんなヒストリーを、うん、ストーリーとかそういった宗像一族との絡みとかご説明して、うん、なるほどっていう、本当はあの昔の文化のなんていうんですか、玄関口っていうんですかね、うんうん、道の向こう側まで海だったんですよね。全部入り海だったんですよ。だから本当にこんな感じですね。今ここですよ。今ここなんですよ。でこれ495号線という道路が入ってます。ここでほとんど海だったんですね。入り海、天然の良港だったんですね。で昔のそのあれですよね、古墳っていうのは吹石って言ってですね、こういう漬物石みたいなこういった石がですね、古墳の上にずっと引いてあったんですね。だから古墳ってみんなこんな感じに見えてたんですよ。ああいう石、はい、なんですよね。でこういったものっていうのはやっぱりこう太陽が当たるとキラーっとこう光って綺麗に見える。でやっぱり渡来人がずっと船で入ってきたらですね、これ800メーターぐらいあるんですけども、尾根がですね、そこにずらーっと今41ほどあるんですけども現存してるんですね。昔はもっとあったんですね。それがこう見えてですね、ああ宗像一族っていうのは力のある豪族なんだな、まあ、ある種のそういったデモンストレーションっていうんですかね、そういうのもあるんですね。だから戦乱の大仙古墳とかですね、二人徳天皇陵、あの辺もやっぱり海から昔はこう見えたはずなんですよね。大陸から鉄とか文字とか仏教とか、それから我々が着ている服とかですね、それも全部入ってるんですよね。こういうのもありまして、導きを示すスマホガイドっていうんですよ。これスマホでダウンロードしていただくと、音声ガイドが歩きながらこう聞いてですね、ずっと行けるようになってますんで、でルートも全部わかるようになってます。すごい、そんなのがあるんですね、はい、これは菜の花ですね。あ、そうそう、ポスターを見ました、はいはい、あとですね、こういう上から見たドローンで見たようなこういうのも、はい、ドローンヤジのやつ、はい、この辺り、はい、大島、宮地竹、はい、こういうのもありますので、もしよかったら、はい、これ一人一人どなたが埋まってるかわからないんですよね。文字がなかったです。そうですね。誰、宮城家の墓とかいうのがないですから。そうですよね。それが知りたいよね。やっぱ世界遺産になるとなかなか難しいですね。中を開けれないですよね。
今あのあそこ34号分のところですね、あのシートかもしれません、うん、あれはあの修復ということで今やってますけど、うんうんうん、台風何でしたっけ、水害、台風なんかなんかありました、ね、そうなんですよ、あのちょっと崩れたりしたんで、うん、あのやってまして今こんな感じで、34号分修復ということで、本当だ、ここから今あのシートかぶしてるところ見えばこういう風になってたんですね、紛糾があってここにあの道ですね、歩道っていうあのこれこう土があったんですけど削って、ここだけ土の色が違う、本当だ、この奥が石室、まだ石室までは開けられないということらしいんですけど、ダメって言われたら気になる、気になる、何かこういう石室が出てくるはずなんですよね、こんな感じになってる、いいですね、いいですね、いいですね、絶対副葬品とかあのこの 1号分を削った時にですね、やっぱりあのこういうものがいっぱい出てきたんですよ、おお、本当に古墳なんですね、あそこのあの森のですね、ちょうど切れたところが1号分なんですね、向こう側の、うん、道路を工事で削っちゃってですね、中から出てきたんですよ、こういうノコなんですね、鉄製のノコ、やっぱりあの宗像一族っていうのは航海術みたいな、海人って海の人っていう、で船を作ってたんですね、ですからこれはあの要するにこう削るカンナっていうんですかね、すごい、船に乗る時の水筒じゃないですかね、川袋のサイズ、水液ですけど、森とかですね、そういったものが多分こちらの方の古墳にもたくさんあるであろうと言われてるんですけど、ね、確かに、なかなか、はい、すごい、すごい、これが見たいね、一つでもいいからこう中を、そうですね、開けてもらえたらいいです、ね、現室まで見れるようになれば、ね、あの宮下家神社に、はい、奥の院の、はい、不動古墳ですね、あそこは入れます、ね、うん、はい、もしあれでしたらね、あそこはあのストップサインのとこからですね、あ、ずっと奥へ入れますんで、行けます、はい、で向こう側にあのパーキングがありますので、はい、そこへ止めたら向こう側のコスモスの方が綺麗です、あ、今咲いてます、はい、行ってみましょうか、ありがとうございます、向こうもしっかり形見えそう、2、3日前ってよ、おー、古墳群来た、コスモスが綺麗、コスモスが一番好き、この地味な古墳とコスモスの対比がいいね、その辺立たないかんじゃない、うん、写真撮って、石が見えます本当だ、なんか3日前に野焼きをしたらしくて、この状態は私も初めて見ます、めっちゃ今これまで一綺麗な古墳のフォルムが浮き出ています、本当にすごい、石が結構見えますね、お邪魔しています、失礼します、お邪魔します、あ、でもほとんどこう崩れてる感じですよね、昔はこの古墳の上にですね、葺石といって丸みを帯びた石が、あのゴロゴロした石が古墳全体を覆っていたそうなんですけども、だから、海からね来た、渡来人の人たちにこうキラキラ光ってる石でキラキラ光っているこの大きな古墳を見せつけて、この地方豪族はすごくこう権力があるのかなとか、ね、ものすごい人たちがいるのかなっていうのを想像させるってことをしてたみたいです。大
こっちの方がね、綺麗なんですよね。古墳としては。そう、あれは多分、そう、前方公園だから、多分あの人は相当位が高いと思うんだよね。で、ここが神社なんですよ。だから何も触れなくて。へえ、あ、そうなんですか。でも多分こっちはもう相当な人なんじゃないかっていう。旅色コンシャルジュでも紹介しました磯太郎に行きたいと思います。末広というところにやってきました。こちらです。はい、末広海鮮丼とかいろいろあります。あ、イケスだ。まだね海鮮丼同じドンドドンドンゼルドンドドンドン海鮮丼レストラン末広の海鮮丼、うん、美味しそう。お味噌汁から茶碗蒸しも入っています。お好みでごまだれと醤油をかけましょうということです。ごまだれは珍しいかもしれないですね。博多っぽい感じですね。アイス工房酪農家にやってまいりました。はい、こちらです。はい、普段はね、行列ができてますので、今日はあの平日なんでゆっくり選べます。見て見て、営業時間開店から日暮れまで時間がないという。ご当地のあの食材を使いまして、ジェラートをあの毎日作っているというところです。本当にすごいよ、手作りで。まあ、オーガニック素材だったりとか、そんなにこう何あの着色料とか香料とかそういうこう添加物を使用してないっていう、本当に美味しいジェラートです。ぜひぜひ皆さんも来てほしいですね。それでは早速行ってみましょう。美味しそう。ありがとうございます。小学生以下じゃないとダメなんだ。ダメですよね、キッズシングルの。私はどうしようかな。かぼちゃ美味しそうだな。やったー。はい、あ、いいよいいよ。うん、ガサンは、うん、また来ます。毎回来てます。すいません、すいません。よかったね。今日はかぼちゃラジの、うん、女子旅っぽい、こういうのバニラも面白い。みんな食べる。うん、そうです。
宗像大社にやってきました。あ、本当ですか。ぜひお願いします。今日ものすごく詳しい方をご紹介します。おー、お願いします。私たちの講師です。あー、すごい。先生、先生、はい、よろしくお願いいたします。講師は小さい牛なんです。あ、子牛。何時に出る。あ、何時、何時がいい。あー、新報館行きます。あ、新報館行く。あ、ほんなら30分ぐらいしましょうか。あ、お願いします。この一直線の後、最終的には普通まっすぐ。へー、まっすぐ。あ、ぜひ。そして今ね、ここ、このデーで書いてありますね。ヘツミヤというですね、はい、ヘンツミヤって書いてヘツミヤと言いますね、はい、ちょっとこう車道やけどね、今車来てないからね。本当は良くないですね。そうですね、そうです。もうガイドの段やね。ガイドね。これからまっすぐね、大島今から 11km。 はい、 11km。 今日一回じゃないけど15km。 25分乗りました、うん、5周年記念、はい、今いろいろね、はい、この宗像館でもね、はい、今日は休みだけど、うん、その記念行事をしておりますね。しゃみたかったね。宗像大社がね、交通安全の神様ですね、はい、それとまた後で言いますけど、三条寺、ね、三人の姫神様を祀っております。うん、それと今言いましたように世界遺産、ね、4年前になりました。それが大きな特徴でございますね。はい、長々言うともう時間がなります。はい、いや、入ってきます。橋を渡ることで禊をします。そういうことなんですね。なるほど。なんで私はこれをしようかというと、今日見にくい、もう今言うとんやけど、ね、あ、確かに見にくい。今行かれたのが大島、はい、中津宮市と行かれたですね、はい、これが滝津姫、次女、ここが三女、一九姉妹、そして、ちょっと行かれないところ沖ノ島が長女、田堀姫、三女神、ね、を祀っております。はい、こういうね、ことでここにも同じことがありますね。はい、これで終わりです。わかりやすい。ディープな方が21番目、世界遺産。はい、1番目。あ、確かに、文化遺産としては17番目、はいはい、ね、24があるからね。そして今はね、全部で25です。おー、OK です。世界遺産の全県知ってますか。あ、世界にある世界にある世界遺産1100何倍やったかな。お、1130ぐらいかな。もうちょい、もうちょい。40ぐらい。もうちょい、もうちょいです。あと10。あ、33か2ぐらい。あと10、あと20、あと21。ちょっと、まあ、和み楽しみ。神様と一緒にね、和み、共に和み楽しみということでね、和楽ということが入って。で、これは北九州のね、上司、南央上司というところにある、三日月、三日月ですね。それを持ってお、うん、でかっ、でかい、うん、すごい、さすが。宗像大社をそんな詳しく見たことがなくて、はい、お会いしたらね、2時間半ぐらいか。2時間半か。でも2時間半で語れるのはすごいですね。まとめて。もう終わったら喉がカラカラになって。そうですよね、確かに。2時間半喋ると。奥の方にこんなとこ書いてあるでしょ。あ、これは神直と言います。これもまた見えてる神直ね、うん、天照大御神様の御教えですね、命令です。これから2つが書いてありますね。この前にはこういう書いて、今し宮城の神よろしく道中に下りまして、
雨見間というんです。天孫って書いてね、雨見間を助けたてまとい雨見間に慈れよと書いてある。どういうことかというと、三条神、今さっき三人おられたですね、お子神なんですね。天照大神の、お子神はですね、道中、道中というのはこのさっき草間で言いましたね、その海の道にある島に落ちて降りて、そして歴代の天皇を助けて、熱い命をその天皇から受けられなさいという意味のことです。これはね、もう神職というのはね、あとは、天孫降臨しかありません、ね、ということね。そういうこと非常にね、なかなかない、言葉、神職はね、で案内しました。そしてここにあるずっとこうなんか額があるですね、額が並んでこうであるでしょ、はい、36河川、こんなと来たことありますか。初めて聞きました。初めて。36河川、36人の歌人がこのいろいろな歌を有名な、平安時代からあったんですけど、藤原の金とになってね、こういう全国どこでもありますね。で、まあ、こういうのがね、ずっと生まれて、特にこれ県の文化財、すごい、ね、36日だし、これはコピー、実物はね、新宝館にある。新宝館に見に行かなきゃ。この建物を見てください。はい、今拝まれたですね、はい、拝殿というですね、はい、拝殿本殿となってます、はい、こういうものですね、まあ、これ拝む、はい、で今拝まれた、ね、はい、これはね、古いんです。先ほど言われたね、はい、1590年、まあ、約450年ぐらい、16世紀の、それとこの本殿の方が12年また古い、拝殿本殿ということね。すごい、これはね、まあ、古いのがね、十分ぐらい、十分なんですね。こういうことで十分なんです、ね、ですね、それを立ったらそのままじゃないで、何日かいとなくその間にという建て替えが補修があって、最近は平成26年、屋根を吹く、屋根、はい、屋根は何と言いますか、瓦じゃないですね、銅板でもないですね、苔だって書いてある見ちゃったこれね、柿っていう人もだよね、はい、柿じゃない、柿は線ですね、一角置いといて、こけら落としてありましょ、こけらあるといて、こけら、こけら見たことあります？ないです、ないです、こけらを持ってきてるのは、ということをね、そうです、おー、こけらの一番ですね、すごい、これカスですよ、これ大体もう、あ、軽い、あ、ほんと、めっちゃ軽い、これは燃えたとです。すごい。もう一つはないです。ピシャッとなったとですね。これももう品物、使い物ならんと私一緒。使い物ならんからね。あなたやるよって。いや、ほんと。これ2000円やったんです。で、うちがやるしよって書いてあって。いや、ほんとです。すごい。上に上がってで、株式会社なんだけど、わーってなって。へぇー。ね、例えば、なんとか株式会社。うちだ株式会社。じゃーって。全部寄進です。あ、そうなんだ。神社が出したんです。全部寄付なんです。わかりやすい言うと、寄進っていうね。そういう、まあ、他のとこも全部ですよ。この厚みのものが。これは、一寸、2寸、6ミリ。6ミリ。これ、保証する前はこの半分やった。3ミリやったんです。それを今度はね、次、縮んだりとか、長持ちするように、2倍に、2倍、2倍、それから昔言ったやつな、2倍とか、それはもう分からん、ちょっと世代が違うですから、ね、まあ、なんか相撲取さんが言ったけど、これが6ミリ、で、おまけにちょっとざーっと横に筋が見えましょう、はい、銅の銅板が入っておる、銅板が入ってるのか、何かというと、こう横にこう島が見えるでしょ、今。はい、ちょうどよく見えます。こういうの見えることめったにない。沖ノ島と一緒。へぇー。見えました。今日見えました。そうやろ、この間来た時見えんかったもん。
ちょっと皆さんに時間をね説明しましょう、ね。これは男尊あ男神ですね。男性の神様です。あの属性属性です。属性？属性。直接じゃない。直接。直接。どういうこと？あの決まってない。あ決まってないんだ。ただねそういうてもねおじいさんおじいさん私も年がちょっといっておけばいや違うあんた間違えた。こうなったら男神ですよ。ですよね。うん。もうその時点で一旦使わない。わかりました。確かに、カツオギが奇数で、外そぎになってるから、男神男神。ちげえだそう。うん。左が長いんですね。流れ作りです。今日は偉い十六日間もが書いてるんですね。こういう関係があるんですね。特別を使用させていただいてるんですね、さっき進捗を言ったでしょ、はい、あの優勝によってですね、どこでも使われるとですよ、特に許可をいただいてる職業でね、それと、あの上が今言いました、ね、直接の男子になってますね、はい、それからあの横のカツオギと言いますけどね、はい、これはまた奇数合数がありまして、うん、奇数は男性あの男子に合数が女子とかね、これも直接というね、うん、おりますということでね、あの今ここ真ん中にこう今さっき妻、はい、妻でワイフじゃないですよ、はい、姉屋根、ね、うん、あのですねこうこう屋根の形です、そのちょうどこう三角形のところ、はい、あれを妻と言うんですけど、うん、そのところにこう下がってますよ何か、うんうん、あれは日よけなんですね、日伏せ、へえ、下女って言うの、下女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 というのはね魚、魚は魚です。下魚、うん、ね、かかるという。うん、かかる。そうだね。あの福岡県とか県で書きましょう。はい、その横になんとか系とか文学系とかいう、これ下に心でちょっと。あ、かける。うん、かかるっていうかね。うん、それが下という、ね。ああ。県魚とも言います。県魚、下魚。へえ。下魚で出したら、あの、うん、下魚で、これわしに出てみる。初めて知った。それでこれはですね、二重下魚、二つこうなってるでしょ、井上下魚とかね、それから二つっていうの、あ、上下に下り下魚、ずっと下りそうでしょ、ずっと下り下ってきそうでしょ、下り下魚ですね、三つあるでしょ、こっちは二つ、そして、あの、だいたい井上下魚、つま飾り井上下魚やけど2つあるので二重下魚というんですね、こういう下魚の形ですね、すごい、このこっちの方は切り妻、妻、切り妻といってね、はい、こう こんな感じね、はい、そして、妻入り、妻入り、妻の方が妻に向いた方が入り口があるんで妻入りという、うん、切り妻、妻入り、こけら吹き、はい、これ御見者流れ、御見者みたいです、五軒車が見たい、あの向こうから見た方がいいですよ、ね、五軒柱が五軒、ね、うん、1軒2軒、1軒は1軒、1.8 メーターですな、うん、1軒は 1.8 メーター五軒車、もともとこれはね、今さっき紹介しました時に再建されたんですね、450年ぐらい、それまで前ちょっと前に火事で全部燃えております、うーん、その燃える前は以前はここのとこまで2倍あった中堅車、中堅車流れる、すごっ、 そ、 うう、ね、そんな大きかったの、そして、まあ、工事3年1557年に、原因は知りませんが全焼してる、うーん、ということで、ね、ということでまではずっと車電があったんですね、古地図には載っています、はい、じゃあですね、この後ろにたくさんあります、これはないです、おお、ね、大丈夫で す、 夫です、はい、はい、こちらは何柱いらっしゃるんですか、ね、境内社、境内、境内にあるお社で境内社、境内社たくさんあります、そしてね見えないけど向こうにもあるんですよ、囲んでおります、グリーッと、そうなんだ、これはね江戸時代、延宝3年1675年、あら次の76年にかけてこの殿様を整備する、整備、どういう整備かというと、宗像は昔神軍といってね、神軍という言葉を聞いたことあります、神の軍ないです、ない、はい、日本にはね七神軍あったんです、
鹿島香取伊勢神宮ね、出雲、それから和歌山の国かかす、そういうところはね、九州ではこの宗像大社だけが神軍で、宗像軍が神軍やったんですね。その大社にのある軍を神軍というんですね。そういうところでね、そこにおいてはその神社がそこの支配をしてね、税金を取ってそこで神社が造営をするとか、そんなに金に当てていいという特例があったわけですね。そういうことで神軍というんですね。優遇措置を受け取ったわけです、大和王権がね。その神軍当時だから、ずっともう遡りますけど、その当時にあった今の宗像市はなくして、この周囲のなんとか市なんとか郡もう全部宗像郡、あった神社が全部分霊が祀ってある。へえ。分霊だから、例えば A 神社というのが書いてあります。それはここの分霊では別に本社があるんですよ、 A 神社というのね。ね、神様が一柱ずついらっしゃるわけじゃないってことですね。そうだからこの、分けられた神社、この社が一つじゃないで、書いてあるように何社か、まあ、本当だ、七八社ここに祀ってあるんですね。へえ、ね、本当だ、境内の町だという、ね、知らなかった。こういうところは珍しいとです。珍しいですね。だいたいね、要あってまあ 2,4,5,6 社ぐらい、ね、6社、この建物で言えば1つぐらい、ね、建物が8社ぐらいあるということでございますね。今はですね、まだあの今ずっとこう平成の大造営が、あの この関係で遅れとるんですね、コロナで。まあ来年、再来年ぐらいまでかかると、平成の大造営で、今はそこ6社を今やり替えてる、6ですね。ということで、そこの神様は全部ね、カレミヤ中とかがあります。そこにあの引っ越しさ、あー、権殿みたいなところ。そう、このちょっと見えないけど、この方向にね、カレミヤで立派なところ。へえ。じゃあここの面白い御神木、うん、これはあそこは、あそこは根元なんですよ。これもフォークション、すごい。うわ、これ550年。これはね、奈良の木で、奈良の木がいろいろあるとです。なんか柏ブナなんとかとかね、その中の柏の木なんです。大きな意味で奈良、正確に言えば柏、柏餅の柏。へえ。柏餅の柏、ね、そしてこれが裏門。裏門。もともと宗像市、宗像大宮寺という人の家の、その大宮寺家の家紋ですね。へえ、知らんかった。で、これはね、さっき何回も言ったけど、はい、あの、まあ、今さっき言った、菊の神職、鎌倉市神社様の由緒から特別に直帰を入れて使わせていただいて、表門ですね。この裏門、表門、ね。すごい、うん。ここにもどんぐりがあるんですよ。どんぐりあります。5つ。あ、本当だ。なんで5つなの？これはね、まあ、一説によると、あの、足利尊氏という人がいてね、はい、敗れてこちらに逃れてこられたんやけど、その時あの、まあ、宗像が加勢したわけよね。あ、で菊池氏って、まあ、熊本の方が攻めてきたけど、その時にね、合戦の時に、これにね、この歯におにぎりをね、こう巻いて食べたら勝ったということでね、おにぎりだと、ね、まあ、こんなまた盛り返して、室町幕府を建てたという、ね、家になります。うーん、でね、昔はね、まあ、ここだけの話です。昔はね、大御所と天皇に染めたというね、あ、うん、昔はね、この話はダメです、タブーです。でもタブーやない、もう内首獄門です。憲兵とか書いた人とにかくね、あの、言われなかったらしい。確かにまだ生まれとらんからということでございますね。あ、表と裏にふさわしいですね。ご神木でっか、550年、すごーい。うーん、ハフ板、あ、はい。そしてあのここチギ、チギ、わかりますかね。はい、わかります。あれが大体ですね、このハフ板がこの屋根を突き出てね、うん、こうなっとって、はい。こっちもでこうなっとって、ね、本来は、はい。
ところがね、あれをするとそのこう突き抜けてたところのその、なんていうか隙間ができる、うん、そこから雨が入ってきて腐りやすい、うん、だからもう最終的にあの箱でそのところだけ置きちぎ、はい、置きちぎ多いですよね。本来はこうなってるんやけどね、うん、そしてあのカツオギもね、もともとは重しやった、屋根の重し、へえ、それはもうね、それがこうその必要なくてもう飾りな、ね、飾りな、飾りのイメージでした。カツオ節、カツオ節にとるからカツオギという一説によるとね、そうなんだ、カツオ節確か同じ字ですね、カツオは、カツオ、ね、うん、でちょっとね、カツ勝負のカツに男という木で書くこともある、ああ、うん、男もあるんだ、うん、それも、だけどほとんどがね、カツオ節のカツオ、うん、ということでございます。男尊女子、男尊女子ってあんまり関係ないかな。お酒飲む方いますか？お酒飲みます。飲みます。私飲まないけど。お酒の神様。お世話になってます。あ、当時って書いてある、本当だ。京都にね、松の神社ってありますの分類。失礼します。確かにアート物が、アート作品がいろいろあります。おお、なんか海の、ね、漂流物で作った、漂流物で作ったアート作品なんですね、全部。なんかあります、ね、あ、ケニアの人みたいな、すごい、本当だ、何これ、めっちゃかっこいいじゃない、はあ、すごいね。すごい昔からあるんだろうな。散策中です。今高宮斎場に向かっています。あ、この間取れなかった御神木。木が別々に出た木が一本になってて、アラカシというカシの木なんですけど、向こうに2つ木があるけど、向こうの小さい木、2本別々に出た木がそこで、本当だ、本当だ。ゴリアでも根元は死んじゃったもん。これはなんかね、ちょっとそこのところははっきりしない。で、まあ、夫婦円満とかね、恋愛成就とかそういうね、ゴリアがあるという。つながってますね、日本の木が。根元が全然違うけど、上でつながってます。夫婦円満なんだそうです。こっちはあんまりわかんないですよ。あ、そっか、こういったら新宝館。新宝館はすぐそこ。あ、ここ、あ、こっから行けるんですね。戻らんでいいですよ。あ、そっか、今あの人が来てあるでしょ、はい、あれから左側に入ってくる。失礼します。はい、伊勢神宮なんです。伊勢神宮、ね、あの20年に1回建て替えます。そのね、式年遷宮だ。そうそう、式、その財をいただいて、この定二宮、お姉さん方を祀って、ああ、そうなんだ。船乗って行かなくても、行かなくてもね、行けんとこでも、ここに祀ってあるんで、この三宮を拝んだら、宗像、宗像大社は3つあるとですね、で、ここ、あと2つあります。拝まれたらもう、正式に宗像大社に参拝した。右が沖ノ島、一番上。こちらは、今さっき行かれた中津の。多吉姫の神です。向こうはタゴリ。タゴリ姫の神。ということで、先進って書いてありますね。うん、向こうに、第二宮って書いてある。ちょっと見にくい。第三宮、第三宮見えます。石碑がありますね。あれは出光興産。出光知ってありますか、ね、あ、はい。石油の。創設者が書いた直筆。ねえ、あ、そうなんだ。ね、そして福岡に教育大臣があります、うん。そこを誘致したわけですね。うん、あとは、まあ、いろいろね。この宗像大社はこんなに立派になったと全額出してあるということでね、海賊と呼ばれた男というなんか映画もありました。なんか買い付けしてね、
そしてあの文字北九州でね、うん、ガソリンスタンドや今なんて、うん、船の経由ですか、うん、あるいはその陸上でしか帯らんだし、うん、ところがね漁師があの船出とるとこまでね、うん、船で持って行ってね、うん、そしてそこでもう漂流したりね、うん、みんながソース感覚、うん、もう自分だけね、うん、そのね漁師はそれが助かるんですよな、うん、持ってきてもらったら、うん、それで海賊とか呼ばれた男とか言われてね、うん、まあそういうねビジネスマンだ、うん、そうもう今でもねあの、まあ、もうずっと息子さんそのついてあるけどね、うん、社員がね東京からこの研修に来ます毎年、うん、幹部の社員がそして全部、まあ、新職のところに行くからね、ここでね修行あこの石の上は座っとるんですよ、何回か見たことある、そうなんだ、うん、であの大すごい修行があるよ、あの建物は伊勢神宮の建物、唯一神明造り、本当だ神明造り、さっき あの妻は破風が上に突き出とうでしょ、屋根の、はい、ね、これが元々の神明造り、で今では向こうであったのはもう置き継ぎね、はい、置き継ぎ置いてました、あの上だけ飾りになって、ね、この場合は重いね、もうだからこれはあの弥生時代の建物ね、うん、その作り方、うん、そして上に10本、今6本かな、6本あります、伊勢、ね、うん、神宮は 10本から9本ある、うん、あれは本当に面白い、うん、本来の姿、うんうん、ということですね、ここはちゃんと女性の神様になってますね、ここは、まあ、ここはね、そのあんまりこちらもね、わわ言われんでいい、わわ言われないやつです、まあ、ちょっと独特だからねもしよかったらあの一番沖の島のお姉様から、まあ、お姉様の方がちょっと古く見えますね、まあ、そういうことで簡単でございました、はい、ありがとうございました、勉強になりました、こちらが沖の島です、これはあの出光さん創業者の方が書いた直筆なんだそうです。
すごいな。神聖な場所ですよね。本当。ここに宗像さん自身が降り立った場所。新宝館にやってきました。そうですね。1500年前に作られた金の指輪、出土したそうです。まさに国宝でございます。いやーすごいね。何号サイズかな、入るかな、ちょっと全然見えないね。写真で見てください。写真で見ないと分かんない、ね、そこから持ってきた。顔がすごい独特。おー、東京だね。国宝ですよ。偽名体方角器空鏡、4世紀から5世紀。内光八家門橋、すごいね。三角縁神門、三角縁四神門隊二神二住居、縄文縁方角菊橋、結構大きいな。すごい、なんかテキスタイルがかわいい。三角縁漁門耐震住居、魚だって。沖縄市祭祀、こんな風になっております。中が沖津宮が見えますか。巨石がいっぱいある。で次は2階。
だまだあとみさん作ったやつも OK やっぱ結構細長いよね細長いねジェリービーンズみたいなそうジェリービーンズ太さがね真珠玉え？鉄拳鉄やり鉄はね大事なもんだったよねなにこれかわいいね近藤製法用月渦うん馬の尻に伸びた皮帯が交差する部分につけて馬を飾った装飾品あーよく見る見たことある近藤製神洋型行用あーこれよくあれ出るよねなんだっけパンフレットとかによく出てるあこれはよく出るよペルシャのカットグラス綺麗ね6世紀あ、これ見たかったねこれ見てほしかったねおーこれがあれって言ってたやつ近藤製竜と敦煌の莫高窟で描かれてるってやつ竜のやつ、うん、公開像度で撮ってあ、これ、あ、これはこれよく出るやつだ奈良山彩骨これが平城京か平城京と同じものだあ、これか小持ち勾玉あ、これだ。紅玉製長寿頭勾玉。中津宮境内付近で出土。あ、これもよかった。これも見てほしかったな。たまやさんに撮影中になってる。あ、特前。そうよ、胸に形をつけとったけど、そう。この子供が尼子のイラスメで、この人が天武天皇の薬師寺とか作った人、日本書紀作った人に嫁いだ。何だけちなみに。すごい。
世界遺産センター建設要望書ご署名のお願いというのがあります。富士山世界遺産センターが参考ってこと？あ、こういうの作りたいってこと？福岡県と宗像市に強く要望するんだって、あるもんね、海の道宗像館、うん、別に作るってこと？主因の場所ちょいと綺麗なところ。富津市複合文化センター図書歴史資料館カメリアステージ来ました。やってきました。こちら、はい、じゃじゃーん。カメリアの蚊がなくなってるけどメリアになってる。ここにもいくつか資料があるそうなんですよね。私ずっと来れなくて初めて来ました。本日開室日です。シンバル沼山古墳群展示室、資料がいっぱいあります。おお、すごい、前方後円墳があった。シンバルの山古墳群、この吹石で、これですね、これこういう感じで石があったみたいですね。今はもうね、ぼうぼうに草が生えてたりとかしますけど、当時はあったんですね。おー、すごい、推薦書、推薦書があります。うん、英語で書かれてますね。出たボコバさんの時なの。交流館もこんな感じですよ、うん、こんなの初めて見た。吹き石も初めてだし。我が町福津市ではこんな古代の。こういうなんか宝物が出土されてるなんて考えもしてないですけどそうですね、これは最初頑丈祭祀で、その後岩陰祭祀になって、その後半岩陰の半露天祭祀になって、で露天祭祀になって、
で神社本殿ができていくみたいな感じで、こういうこう祭祀の変遷があるんですよね。沖ノ島行きたい。映像を見れるんですね。どうやって見るの？スタッフまでお声掛けくださいだって。外にも資料がありました。石室内部、これ見たいですね。おー、発掘調査。どうでした？最終の世界記録さん。いやー、本当に。いやけどやっぱひとみさんとか、メロさんとかのお世話楽しかったのかな。いや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 。いやけど結構、地味でしたね。地味でしょう。びっくりしました。地味なのに。これは、一人とか、普通の友達とかで来ても楽しめない。そうだよね。なかなかね。相当地味な遺産だね。最後でよかったの。この辺にいた方がそうですよ、かなりもう本当に世界遺産好きじゃないとここは多分楽しめない。知らなかったです、私こんな場所があるって絶対。絶対世界遺産だから勉強して分かってたけれども、うん、逆に本当世界遺産好きな人じゃないと来ないんじゃないかレベルです、うん、すごい、うん、田舎だし、本当何もないし、マジで地味だし、ね、想像力に任せる系じゃん、古墳とかも。縄文の方が多分きらびやかでしょ。きらびやかっていうか、まだ舗装とかされてます。そうですね。復元されて、こう目立つものがまだあるんで、うん、まだあっちの方が良かったね。佐賀の吉野ヶ里の方が、まあ、なんか映えはしますよ、映えいわゆる写真映え的なめっちゃする。うん、なかなかね、頑張ってね、コスモス植えたりとかしてましたけど、なかなかね、そうなんですけど、本当、まあ、顕著な普遍的価値があるっていうことは本当、顕著な普遍的価値はあるんですよ。いや、けど本当パッと見だと、あ、よ、なんでだろうってか、よく登録されたなっていうかって思っちゃう感じじゃないけど、だからその。そう思わないためにはちゃんとしっかり学んで、そうだね、知識がある上で多分訪れた方がすごくいい遺産だなと思いました。そうですね、そうなんです。価値は多分知らないとわからないから、すぐ多分道路作ったりとか工場作ったりとかしてしまうんですよね。古墳もそうだし、沖ノ島も
そうです。そもそも行けないですよ、行けない妖怪ってあのぼやっと見てあれがなんか世界遺産とか言われてもね、本当です、分からんよね。どうやったら人が来ますかね。いやー難しいですねけど早くひとみさんに観光大使になってもらって断られたね広島観光の PR 大使になってやりたいんですけど立候補じゃないんですって言ったんで福津市役所の皆さんよろしくお願いしますそろそろいいんじゃないですか。もう3年4年ぐらい経ってるからどうですか。早くやってほしい。本当に。ね。まあいいか。やっぱコギャルの普及ですよね。やばい、面白いそれ。コギャルの普及とフェスティバルみたいなやつ。コギャフェスみたいなやつ。ちょっとね、まあ世界遺産としても、え、これがみたいな感じがあるから。え、これがみたいな。ちょっとインパクト狙いで。なんでバズり狙いで行くしかない。バズり狙いで大事だと思います。そっち目線だとしか言えないかもしれない。なんか推し古墳みたいな作っても、はい、42号墳推し43号墳推しうん、ちょっと分からんけど中田大社はね、まだいいんですけど、まだ行きやすいし、はい、行ったなっていう感じですけどね、うん、やっぱ古墳の内部を、やっぱ石室をちょっと見たいですよね。一個で、一個でいいなんかそれ、一個ぐらいなんかそういうのがあっても、いやでも古墳は地味ですよ、やっぱ地味か。そう、なんかね、キャッチーなあれが、コギャルですか。コギャルの聖地にしてもらった何でしたっけ、この間 SBY SBY 渋谷SBY じゃないヌーヤンまだじゃん NYMNYM ギャルの声違うけどギャルだった皆さんは大丈夫なんで、ね、おばさんからおばあちゃんまで大丈夫いくつだったんでしょう、ここ42、あれ41期現存って言ってたけど NYM41 NYM41 いいじゃんいいじゃん、推し古墳決めてもらってうちわかなんか作って、うん、そうですよね、うん、なんかそうっすね。何やったら来ますか。けど私も世界遺産好きじゃなかったら絶対来なかったそうだよねそうだよね、知らなかったし来なかったし、そうだよね。そういうやっぱ認知のところ、まずブランディングフォローですよね、まあ、どうやって押していくか、うん、で普通の多分、うん、古墳とか神社だとやっぱ大きいのいっぱいあるし、もっとそれじゃない視点での何かがあるといいですよね。パッとは出てくるんですけど、確かに大きさとか数では勝負できないんで、うん、いいとこありました。でも25県庁、この2年ぐらいで行ったところ、この2年で行ってよかったところけど、やっぱ私自然遺産好きなんで、あ基本
だから小笠原一番でしたけど、うん、あと薬師のとこもすごい良かったな。薬師も鉄板ですけど、薬師も良かったよね、うん、あれ向こうで広熊さんに会ったっけ。そうですよ。あ、そうよね。そうです、うん、どうやったそれこそどこ行ったんですか。2人で2人で、あの白谷雲水峡。ああ、うん、それこそ私ものけの森か。母と行って、あ広熊さんと母と 3人で。ウケる、何それコーヒーで行って駆け蒸してました。蒸してましたね。仕上がりの水郷行ってで、その後広瀬さんにいろいろガイドしてもらって、滝とかいろいろ見に行って、あなんだっけ、猛虎の滝じゃなくて、なんか、あ、いや王子の滝とか、あと千尋、千尋の滝ね。千尋良かったな、うん、で、ご飯も食べて、うん、温泉も入って、いいね。温泉どこ行ったんですか。あ、そう、ひとみさんが、あれです、押してたところ行ったんですよ。暑いとこ。うん、そう、なんだっけな、あ、行ったっけ。めっちゃいいよね、あそこ。そう、それひろこまさんに教えてもらって、うん、あそこいいよ。ひとみさんがもうめっちゃ暑くて筋肉痛来なかったって言った温泉。どうやった、筋肉痛。筋肉痛やってないか。筋肉痛は来ましたけど。来たの来たけど、うん、思ったことじゃなかったのかもしれない、うん、だって先…あ、うん、白谷まで行ったの。一番最初白谷行って、次の日、うん、縄文杉行って、最終日に宮の浦登ったんですけど、うん、あ、宮の浦行ったんだ。行きましたよ。すごいね、登ったんだ。1800、1800ぐらい、うん、九州最高、うん、めっちゃ、え、そういいな、宮の浦行きたかった。宮の浦がすごかった、とにかく、いろいろ、いいなあれが、いろいろって何？なんだ、もうその難易度といい。難易度？はい。やっぱしんどいです、めちゃめちゃ。急斜面がある。素人で、まあ、いけますけど、うん、まあ、レベル高い、やっぱり。あの普通になんかもう置き配があったりしますもん、ロープで。あ、行ったりとか、すごい足が悪いとこ行ったり。いいなぁ。宮の浦だけ行きたかったな。私、あそこが、あの世界遺産登録エリアなんで。そう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 、うん、それを見れたっていいね。結局縄文杉とかも一瞬じゃないですか、世界遺産コアエリアが。そうだね、うん、そういうのとかがすごい良かった。あとはやっぱ天気がめちゃめちゃ良くて、うん、恵まれて、うん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 、景色がすごい良かった。屋久島、私もう一回行きたいんだよな、うん、でもそれを超えるんでしょ、小笠原は。超えましたよ。すごいよね。やってことは相当すごいんだな。いや、早く行ってほしいです。いや、行きたいね、小笠原。みんないいって言うんだよ、うん、みんな。やっぱたくさん、多分何百件行ってる人でも小笠原がいいって人、うん、やっぱいいんだな。1週間かけて行く、うん、ね、その価値があるんだな。行こう早く行ってください。一週間かけて、前半も前制覇もすぐ人さんしてください。そろそろ行きますか。はい、じゃあ光の道にレッツゴー。宮地岳神社の奥の院に来ました。石室の中は撮れないので、ここで撮っています。チラ見、中はなかなか見れないな。ものすごい巨石がたくさんこう並べられている石室になっています。昔ここはあの古墳だったそうで、たくさんの宝物が出土しています。山の上にある古墳ということで、この辺では結構高い山なんですけど、あのそういう、こう山の上、どんどん上の上に作られる人っていうのはものすごく身分が高いので、すごい方だったんじゃないかなと思われますが、まあ、あまりこう、ね、深い謎なので、あまり分かっていないことがいっぱいあります。私は多分宗像の君徳善が眠っててこの近くで尼子のイラツメさんの骨壺が
発見されたと思ってますが、真相は定かではありません。裏側はこんな感じです。あの山の奥でおそらくアモカのイラツメさんの骨壺が見つかったということだと思います。伏見稲荷ごっこワープみたいなみやじ岳神社本殿です。すごい人なんですけどすごい、はあ、今から光の道の方に行きたいと思います。お、手水が、何これ。宮地岳神社も変わったな。なんか前の素朴な感じが好きでした。あれ、みんないないね。わっ、ちょっと待って、めっちゃおるやば、嘘でしょ、こんなことある。すごい、 JAL の CM で嵐がここに来て、それからちょっとここもあのなんとかスポット聖地みたいな来て、それまでだってここ本当に何にもなくて、なのにすごい人なんですけど、こんなに来る。大丈夫？大丈夫？すごいんですけど、やばすぎくない？やばー。ちょっと待って、嘘でしょ。全然ずれてる。嘘。ちょっと上の方に開けますね。こんなの見たことないわ。やばい、この光景すごすぎる。ちょっと宮地岳神社に来たら松貝餅を食べてください。私はよもぎ派です。田村さんはプレーン。あー、ちょっともう暗い食べます。いただきます。おばちゃんが一個ずつ作ってくれます、その場で包んでくれて、美味しいんですよ。開けました、いただきます。うん、うまー。中に粒あんが入っています、
もちもちの、うん、これなんだろう、白玉かな、はい、よもぎ味おすすめです。ぜひお召し上がりください。うん、全然取れなかった。光の道の行列がありました。バスで来るとすごい行列です。スケサンゴにやってまいりました。聞いたことなかったです。絶対的豪邸。はい、いろいろメニューがありますけど。安っ。そうなの。へえ。肉豪邸とかもちろん。人気ナンバーワンの。はい。はい。ごぼう天うどんが参りました。すけさんうどんでは絶対にぼたもちをいただきます。おすすめ。じゃ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 ーん。ぼたもちはこんな感じ。1個150円。とろろ昆布を入れました。大量に入れました。ここにあります。全部リポートします。電化数自由に入れられます。いただきます。うん。うん。食レポ。食レポ。うまいね。ちょっと無言になるんですいません。おいしい。ごぼ天もサクサクで出てきます。揚げたてです。揚げたてです。腰はないうどん。コシナイうどん、なんか出汁は違うんだよね。初スケさんうどんデビュー。美味しいです。美味しい。よかった。面白い。面白い。全然違うんだ。全然違います。やっぱご当地感すごいあります。そうなんや。まあ、うどんって言ったらこれなんですね。まあ味にはそんなに違和感がない。種類はでもいろいろ。だしの味は違和感がない。しか関東だとちょっと違和感がある。醤油って感じする。そう。私の好きな明太子をご紹介したいと思います。カバタっていうところの明太子です。切れ子が結構おすすめです。お買い得なんです。こういうのもあります。カバタのこれ、このマークを見てください。私の好きなものをご紹介します。カルカン、鹿児島名物。これのあんがないやつが好きです。これから最近ハマっているヒゲニンニク、知ってますか？なんかね、ニンニクのヒゲまであるやつなんですけど、根まであるやつなんですけど、これなんか150度で揚げて3分ぐらい揚げてちょっとこうカリッとなるんですよ。でこれに塩コショウかけて食べると本当に美味しいです。やばいです。ぜひぜひお試しください。
いや、うまいちょっとそれ。いや、ほんと。そのニンニクね。皆さん、福岡いかがでしたか？私の地元の福津市をご案内してきました。何にもないところですけれども、世界遺産があったり、食べ物が美味しかったり、いろんな見どころも満載だったと思います。ぜひぜひ皆さんもお越しください。待っとうよ。バイバイ。じゃあ東京に帰ります。